世界卓球2024団体戦、2月16日から25日、韓国、釜山、22日、女子の準々決勝で日本、世界ランク2位、がルーマニア、同7位、をゲームカウント3対0で下して準決勝に進出。5大会連続となるメダル獲得を決めた。ライブ配信、世界卓球2024団体戦2月16日、金曜日から25日、日曜日開催。結果速報、大会日程ここまで1試合も落とさず5試合すべてストレート勝利を収めている日本。昨日は決勝トーナメント2回戦でクロアチア、同41位、おどけ、危なげなくパリ五輪の出場権を獲得した。対するルーマニアも全勝でグループリーグを突破すると、決勝トーナメント2回戦ではエジプト、同12位、をストレートで下して準々決勝に進出。日本のオーダーは、今大会3戦全勝の張本美和、15イコール木下グループ、同16位、を下げて、2日目のイラン戦以来となる伊藤美誠、23イコールスターツ世界ランク14位、を起用。2000年生まれの黄金世代トリオでメダル決定戦に挑んだ。第1試合、伊藤美誠はルーマニアのエース、聖地、28イコール同12位、と激突。過去の対戦では伊藤が3勝1敗と勝ち越しているが、聖地はこの2年間で東京五輪女王の陳夢、30イコール中国、同3位から2勝を挙げるなど爆発力がある選手なだけに油断はできない。第1ゲームを奪ったのは相手の聖地。伊藤は要所でキレのあるスマッシュを見せたものの、バックハンドにミスが出て先制を許した。しかし第2ゲームは伊藤がすぐさま反撃。サーブ、レシーブで相手を崩して 6-0 とリードを広げると、両サイドにコースをついて 11-5 でダッシュ。さらに第3ゲームも出足から儚なロングサーブを見せてゲームを連取した。第4ゲームは攻めの形が作れずに落としたものの、最終第5ゲームはラリーで緩急をつけつつ、強気のスマッシュを見せた伊藤が勝利。頼れる日本女子のポイントゲッターが、相手エースを下す貴重な1勝目を挙げた。第2試合は、早田ひな、23イコール日本生命、同5位、が、ユース五輪銅メダリストで早田らと同じく2000年生まれのドラゴマン、23イコール同59位、と初対戦。第1ゲームは相手の鋭いフォアドライブに苦しみ、今大会で初めてゲームを奪われた早田だったが、第2ゲームはすぐに修正。台から下がりすぎず、丁寧に両ハンドで対応して 11-4 で奪い返した。第3ゲームは積極的にチキータレシーブで仕掛けて優位に立つと、第4ゲームもスピーディーな連打で得点を重ねて 3-1 で勝利。第1ゲームを落としたものの、見事な修正力を見せた早田が伊藤に続く2勝目を勝ち取った。